あらゆる本線を強行採決に抗議する院内集会を行わせていただきます。そして社民党その多くの議員が集まっております。まず民主党岡田代表よろしくお願いします。まず先ほど声援をありがとうございました。この安全保障法制まさしく追い込まれて強行採決に至った。やればやるほど国民の反対は増える。そうだそうだ。理解するという国民の数は変わらない。つまり議論をしても国民は納得しない。そういう中でここはもう早くやるしかないんだ、逃げたんだ。そういう中で行われた追い込まれ強行採決であります。そうだ。なんと認めるわけにはいきません。そうだ。しっかりと国民に対して期待に応えようじゃありませんか。そうだ。説明していこうじゃありませんか。そうだ。これから参議院の議論がスタートします。長い議論になると思います。その中で国民の支持をさらに増やし最大に追い込んでいこうじゃありませんか。